スイッチオン。ん？どこがついた？え？だだだ。電源が。電源が入っちょらんだった。失礼。今日は島根県松江市のココナ揚げのぎ店さんにやってきました。駐車場はね、分かりにくいとこなんにあるけど、実はとってもたくさん止めることができます。ココナさんは松江市に3店舗あるんだけど、ここが本店というか本店か分かんないんだけど、一番最初にできたお店です。立地的にはちょっと分かりにくいかもしれんけど、私は昔からよく食べに来ています。もともと創建美食をコンセプトにされ長犬、おそらく健康志向のご飯なんだろうなということで、罪悪感なく食べられます。今日はココナ洋風オムライスセットで、ハンバーグかエビフライか選べたんだけど、エビフライにしました。すごいね、ワンプレートがおしゃれ、見た目重視で嬉しいです。で、生春巻きとちょっとずつサラダがついています。ではいただきます。ナイフとフォークが逆だったわなんかね、料理の量がね、多すぎず少なすぎずちょうどいいです。じゃあ早速いただきます。パクリ。うん、美味しい。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はレアゴスティーニ週刊サンダーバード秘密基地第28号を組み立てます。第28号はサンダーバード1号発射台の建設動画になります。この動画は大人向けの模型作りで、14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。初めて来られたあなたはチャンネル登録も忘れずにお願いします。それでは28号のマガジンの紹介をします。ビルドアップガイド。柿沼秀樹のサンダーバードガイドは、緊急出動に備える救助メカ格納庫。ジェリー・アンダーソンの功績は追加されていくサブエピソードの内容でした。それではサンダーバード秘密基地の建設開始しますね。頑張っていきまーしょい。探索発進。はい、それではサンダーバード秘密基地28号が届いてますので作っていきまーす。じゃあ今回はちょっと薄めの厚さで、じゃん。配線が3つずつ入ってました。バリバリバリ。ほっ。ネジと透明なやつが入ってます。じゃあ開けてみまーす。お、あ、今日はなんかすんなり開いた。はい、それでは3本同じかな、多分同じと思うけど、同じような配線と、ここにちっちゃいジェットモグラがいました。これも後で塗装します。はい、
それでは早速作っていきましょい。ちょっと待って、予習復習。んじゃあまずこれ一個この LED カバーに違うわ、これが LED カバーか。これに配線を1号発射台 LED ストッパーに取り付けるということは、これが LED ストッパーか、これが LED。 お、じゃあこの LED をこっちライトの方を伸ばして、このくぼみを下にしてこう取り付けます。それで次に接着しません、先端をこの出っ張ってる方を自分の手前に向けて、この LED が見えてる方を自分に向けてこれをかぶせていきます。パカ、ゆるゆるだな、こんなもんか。はい、取り付けました。そしたら確認しますということで、ズズズズ、ここと黒い枠になってるとこ3箇所です。じゃあまず1個目いきます。それはね、1個目はここ、1号発射台壁面の裏面にこれを差し込みます。ストッパーのくぼみを壁面の突起に合わせます。でこれを逆に持って、違うな、こうか、逆じゃなかった、そのままこれをここに入れる。でネジ止めで離しても大丈夫だ。なんか大型車がいっぱい止まる。あ、取れた、あ、取れた。いろいろ取れた。なるほど。ネジは出しといてからやった方が良さそうだね。はい。じゃあこんな時にはアラワングマさんから送ってくれたマグネットトレイを、最近使ってなかった。最近ね、地止め全然してない。ドライバーも最近使ってない。これか。よし。ちょっとこれ全然このドライバーが使えない。こっちに変えます。よし。じゃあここにまっすぐ入れて。で、横って難しい。よし、でもう一個。あ、手で入れるか。手で入れて押し込む。押し込むパターン。よし、いい感じ。で、お、あんまりギュッてしない方がいいかな。お、は
はい、じゃあそれを同じことをこことここでやると、もう一応見るか、だいたいそうだと思うけど、LED カバーが外れないように注意しましょう。ここね、ここの、ここがなんか外れないようにって書いてあります。んで、同じようにって書いてあるから一緒だね。ちょっと伸ばして、ここ入れて、こっち向きにこう入れて、わわわ、結構難しいな。こうして、こうして、ここ入れて、こうで、ネジ手で入れるか。ああ、落ちた。ダメだ。横だと難しいな。ああ、落ちる。もう一個。あららら、すごい吸い込まれる。あ、ここにもいるけど、え、あ、ダメじゃん、落ちてきた。え、これは落ちないの？これは落ちてきた。ちゃんとはめてないからか。ちょっと待って、もう一回やるか。これ締めてる？緩めてる？ここから入らんかな。入らんわ。もう一回やる。なんか一気に入れんと落ちてくる。こっから入れちゃダメかな。こっち入れて、間違えた。こっち入れて、ダメか。ポカンと。こう入れて、ここでしっかり入れる？違うな。しっかりは入れなくていいんだ。こうして。もともとスルスル落ちちゃうんだ。え？そうなの？これもそう？なんか大きさあるんかな？こうして。こうして。これは落ちなさそう。これでやってみよう。
あ、むずい。そしてはめて、ちょっとマスキングするか。ダメだ、難しい。あー難しい。どんどん取れる。ちょっと待って、もう一回取って、あ、バラバラ事件。もう一回こうして、こうして、ここを止める。違うか。こうして一回ここで止めちゃう。そして下を止めちゃうか。おー、マスキング様様。いつも忘れるけど、塗装の時に。よし、じゃあこっちもこうして、できた。やっと2個。お、じゃあ3個目ここ。じゃあ同じ感じでマスキング使って1個。こうして、でこうして、これ逆だ。待って、こうでしょ。でこれを、LED が外れないように注意。何回も外れたわ。ちょっと待って、難しいな。こうして、ここが干渉するんだけど、気にせず行く。お、こうだな。よし、今のうち急げ、急いで止める。止まるかなこれ。取れた、やっぱり取れた。難しい。もう一回こうするでしょ、こうするでしょ、でうわ、こうして、うわぁ、なんと難しいことでしょう。これいい感じじゃない。外して、
そしてこれで干渉してないよね。いいかな。はい。そんで止めました。終わりかな？点灯テストやります。よし。じゃあ行きます。せーの。パチッ。どこがついた？電池がない？ちょっと待ってよ。ここが入ってないかな、これが。でも結構ね、奥まで入れちゃうよ。これまた取れんくなるけんな。怖いな。ちょっともう一回、まっすぐ入れて。よし。じゃあ、A を押すんだよね。A でいいよね。A を押しだもんね。いきます。せーの。こっち。あ、ついた。右上でした。で、本当は、これ最後が良かったな。本当は、この中が光る。劇中ではこの中が光るから、家の中。まあ本当はこの中が光るので、できればこのライトはここに移設したいなと思っています。じゃあこれはまあ電気ついたということで終わり。よいしょ。じゃあ次行きます。次の方どうぞ。よいしょっとはめて。はい、じゃあ点灯テストいきます。せーの、ポチッ。つかんね。よいしょ。せーの、ポチッ。あ、ついた。ど真ん中。いい感じ。OK だね。よいしょ。はい。もうこれ怖いわ。はい、じゃあ次は。これさっきやった？さっきやったか。これかな？はい。これいきます。はい、刺して。せーの。パチッ。おー。いいね。じゃあ全部ライトつきました。じゃあこれで抜けない。やばい。あとにしよう。じゃあこれで28号の、いた。28号のはこれライトの点灯テストで完成なんですが、もうジェットモグラの塗装がもう一個あって、これは別の号で紹介したいと思います。ありがとうございました。またねー。今号は手順は簡単で単純作業だったのに、LED がすぐに取れたりしてもたつきました。LED の点灯テストも無事成功して一安心。後でゆっくりコンピューター監視所へ LED を移設しようと企んでいます。ジェットモグラの塗装編はまた今後やるのでお楽しみに。さて、次回の第29号では、救助メカ格納庫の組み立てのようです。磁力牽引車もついてきます。あと、基地完成まで82号。ということで、今回はサンダーバード秘密基地ご覧いただきありがとうございました。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。